リライズニュースの編集を務めています、川名哲人と申します。今日は、勇気の心理学講師、マーコ様に話をお伺いしたいと思います。今日はですね、お忙しい中、本当に貴重なお時間、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、早速、質問の方を入らせていただきたいんですが、マーコ様は、どのような夢やビジョンをお持ちでしょうか。はい。ちょっとメモを見ながらお話しさせていただきます。はい。私の夢がですね、出会った人の勇気のギアを上げるというのを自分のビジョンとして掲げているんですけど、の勇気のギアっていうのが何かというと、生きていく上で起こる困難を乗り越えていく力のことを勇気のギアというふうに考えています。はで、その困難を乗り越えていく力っていうのは、人生を生きていく中で、学生の頃って皆さん授業を受けられて、いはい、で、必ず正解っていうのが存在していたと思うんですね。ああ、はい。テストだったら100点が満点で、それに向かって丸か×かっていうのを先生がつけて、答えを導いてもらうっていう形だと思うんですけど、ただ、社会に出て生きていくってなると、急にその答えっていうのはなくなると言いますか、人生の答えってその自分で見つけるしかなくなるんですね、急に。で、私自身も社会に出た時にすごく戸惑ったところではあるんですけど、学校を出てその先の方が人生は長いので、その時に、いろんな困難、問題とか課題とかっていうのが自分には起こってくると思うんですけど、その時に自分なりに悩みながらも、答えに向かってその問題をクリアしていく力っていうのがすごく必要だなと感じたので、私が心理学をもとにその相手の方の困難を乗り越えていく力っていうのを上げてあげられるような、気づきを与えてあげたいなというのがビジョンで、で、その困難を乗り越える力を、身につけることで、自分のギアを上げて、もっと人生を加速していってほしいなという思いを込めて、そのようなビジョンを持っています。ありがとうございます。はい。いや、本当にすごく共感しました。ありがとうございます。学校でね、答えを、やっぱ外にある答えを、いかにそこと照らし合わせるかみたいなところをずっとしてきて、社会になったら、突然自分で答えを出していくっていうところになってったときに、なかなか大変ですよね。私もなんかすごく同じような経験があるので、すごく共感しましたし、これから、この時代とか、言われていく中で、本当に自分で答えを探していくっていう、そういう力とか考える力とか、そういったところにも、すごく通じる話だなっていうのを感じました。それでは、そういったその勇気のギアを上げる、で、この生きる時の困難に、それを乗り越える力っていうのを、多くの方に持ってえいただきたいみたいな、そういったお話だったと思うんですが、そういった、夢を具現化するために、どのような目標や計画を立ててられるでしょうか。そうですね。まずは、やはり少しでも多くの方に私の思いを届けたいっていうところと、で、心理学でセミナーなんかを開いているんですけど、そちらで学びを届けることで、私の今のお伝えしたような思いに共感していただくような仲間をどんどん増やしていきたいと思っています。で、ゆくゆくはですね、そういう同じような思いでつながっている仲間とコミュニティを開きたいなと思っているんですけど、で、コミュニティを開いて、私のような
心理学を伝えて、そういう生き方であったり考え方を広めていける人たちを増やしていきたいなっていうのが目標ですね。ありがとうございます。そういっはい。た心理学をベースにした、それをこう伝えられる人が、どんどんこう世の中に増えて、そういったコミュニティがこう広がっていったら、どんな社会になりそうでしょうか。まあ、ちょっとこれ1の質問ともつながるところかなと思うんですけど。そうですね。ネットの記事で見たんですけど、10年後に今の職業の半分ぐらいはなくなるんじゃないかという予想を立ててる方がいらっしゃって、で、今後10年先を見越したときに必要になってくる仕事は何ですかっていう項目があったんですけど、第1位だったかな、第3位以内に心理学っていう項目が入っていたんですね。これからなくなる職業ですか？これから先に必要とされていく必要と職される業。職業。ごめんなさい。はい。で、すごく嬉しかったんですけど、私がイメージして考えてみたときに、おそらくその AI であったりとか、まあ、いろんな職業がこう淘汰されて、ちょっと言い方悪いなんですけど、誰にでもできるようなお仕事っていうのは、例えばロボットであったり、誰かが代わりにすることは可能なんですけど、まあ、心理的なものであったり、メンタルに関しての仕事っていうのは、なかなかロボットでも代替えは効かないですし、やっぱり個人個人で思っていることとか、適応していくものって変わってくるので、自分で考える力っていうのはすごくこれから大事になってくると思うんですよね。なので、ますます、私のような、自分で考えて、さらにそれを人に教えられるっていうような人が増えていってくれると、社会自体がどん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 、こう、いいように底上げをされていくんじゃないかなと、はい、思ってます。ありがとうございます。はい。そういった雇用のにも必要になってきますね。そうですよね。じゃあ、そういった目標計画を、遂行していくのに、現在どのような活動をされて、まあ、その中で大切にされている指針は、みたいなものはどういったものがおありでしょうか。そうですね。今している活動っていうのが、ちょっと今はコロナ禍になってなかなかできてはいないんですけど、セミナーを開いたりとか、講演会を開いたりして、直接皆さんに心理学をお伝えしていたんですけど、今は、SNS で主に考え方についての発信をしていたりとか、あとはブログ、と YouTube ですね。で、そちらで人生をこう生きていく上で必要な考え方とか心理学の学びであったりとか、コミュニケーションについての考え方などを発信を行っているような状況なんですけど、ちょっとこの私自体の活動をスタートしてまだ1年は経っていないので、ただ、徐々にこう、SNS で応援してくださる方々が増えてきてるのがすごく嬉しくて、で、共感しますって言っていただいたりとか、結構一緒に何かをしましょうってこう、オンラインサロンに誘っていただいたりとか、何かを一緒に作りませんかっていう声をかけていただいたり、少しずつそれが増え始めたので、なんか最初に言っていた自分のビジョン、というか思いに共感してくれる方が、まあ、少しずつ今増えてき始めたかなという手応えは感じているので、そうですね、それがすごく嬉しいので、まあ、来年はもっとそれを加速してやっていきたいなと思っているところです。これから楽しみですね。そうですね。すごく、まあ、時期はちょっと世の中的には今コロナ禍で大変なんですけど、ただこの活動でそういう人たちに出会えてきたっていうのはすごく嬉しいなとは、はい、思ってます。オンラインだと地域もあんまりこう関係なくなってくるので、
で、結構いろんな可能性が広がるかなっていうのを、まあ、聞いてても感じました。そういったこう SNS で発信したり、まあ、今ちょっとセミナーとかが、コロナの影響で、ちょっとしづらいというところだったんですけど、まあ、そういったその活動をする中で、一番ご自身が大事にされている、なんかこう価値観というか、これは大事にしたいなって思っているものはどういったものでしょうか。そうですね。やっぱり勇気っていうところになってくるかなと思うんですけど、結構心理学をお伝えしている時に質問でよくあるのが、こう、私はどうしたらいいですかとか、こういう時にわからないことがあるんですけど、こういう時はどうしたらいいですかっていうご質問をよく受けるんですね。で、相手に私が伝えたいのは、みんなにそういう問題を解決する能力はもともと備わっていると思ってるんですね。人間一人一人にもともと困難を克服するとか乗り越える力っていうのは備わっているんですけど、ただどうしても答えを欲してしまう方はやっぱり多いなと感じるので、間違ってるんじゃないか、自分は正しいのかっていうところをまず気にしてしまう方がすごく多くて、なので間違っているかどうかっていうのはあまり気にせずに、自分がどうなりたいかっていうところを最初にイメージして考えていただけたらいいなっていうのがあって、そういう時もちょっと勇気っていう言葉を使わせていただいたりするんですけど、まあ、自分の人生を自分で決めていく勇気とか、やりたくないことはやめるっていう勇気とか、そうですね、そういう、まあ、自発性というか自主性というか、そういうのをすごく大事にはしてるので、あまり私がこうしてくださいねっていうことは言わないようには気をつけていますね。ありがとうございます。はい。やっぱ本当主体的に、まあ、困難を乗り越えて、勇気のギアを上げるっていうのは、本当にこう、あれですね、必要ですね。こう勇気が、本当に飛び出す勇気っていうのが必要なんだなっていうのを今聞いてて、話聞いてて感じました。じゃあ、ですね、で、そういった夢やビジョンを、持つようになった、発見とか、この出会いというものはどういったものが、あったんでしょうか。そうですね。もともと私は柔道整復師という資格を持っているんですけど、で、夫と夫婦でですね、一緒に6年前かな、6年前に整骨院を開業して、で、夫婦で経営を行っていたんですけど、で、ちょっと今は私は身を引いて夫は経営を続けている状態なんですけど、私がその整骨院を経営する中で、人材教育だったりとか、スタッフのマネジメントとか、新人に対する教育なんかを担当していたんですね。で、その時にいろいろ教えていく中で、自分自身も勉強をしていた時に、一冊の本との出会いがあって、すごく有名な「7つの習慣」っていう本なので、知ってる方も多いとは思うんですけど、その中の考え方の一つに、インサイドアウトっていう考え方があったんですね。で、インサイドアウトっていうのは、一言で言うと、まず自分から始めるっていう考え方なんですけど、その本と出会ったことはすごく大きくて、今の私の、まあ、軸になってるような、そのまず自分から動いていく勇気とかっていうのは、インサイドアウトから非常に多く学んだんですけど、で、その本を読む以前の私っていうのが、結構今と真逆と言いますか、まあ、ネガティブで、で、あまり人に自分の意見を言えない性格で、で、自分の周りにはこう敵だらけだっていうふうに思ってたようなところがあって、あまりこう打ち明けるようなタイプではなかったんですね。自分をさらけ出すこともあまりできなくて。で、スタッフを教育する上でその辺で悩んでいたところもあったので、非常に
まあ、7つの習慣のそのインサイドアウトっていう考え方で感銘を受けて、でそこから徐々に、まあ、進んでセミナーに参加したりとか、まあ、他にも本をいろいろと読んだりして学びを深めていったんですけど、7つの習慣の著者のスティーブン・ R ・コビー博士っていう方がいるんですけど、その方がもともと影響を受けたっていう心理学があるってそこで聞きまして、それが心理学に興味を持ったきっかけなんですけど、アドラー心理学っていう心理学だったんですね。で、まあ、7つの習慣を読んで感じたことと、アドラー心理学を学んで感じたっていうことがすごくピタッとこう一致して、アドラー心理学も別名を個人心理学って言うんですけど、アドラー心理学がまさに勇気の心理学って言われている心理学なので、自己自立とか、そういったことを目標と掲げているものなので、インサイドアウトからのつながりにすごく自分の中でマッチして、で、あ、これはすごく大事なものだなっていうように気づいたので、そこから学び始めたっていうような感じですね。はい。ありがとうございます。すごはい。い、あれですね。つながってたんですね。マはい。ネジメント、院内のマネジメントとか教育から、コービーさん、アドラーさんっていうふうにして、いや、本当に、見事なつながりだなというのを感じました。はい、そうですね。じゃあ、そういった、出会い発見のさらにこう背景にはどういったものがあったんでしょうか。そうですね。そうですね。その7つの習慣を手に取るっていう時に、一番最初に雇用したスタッフは3名だったんですけど、ゆくゆくこう整骨院の店舗が増えていて5店舗になったんですね。で、総勢スタッフが35名ぐらいになったんですけど、まあ、どんどんスタッフは増えていくし、で、会社の士気を高めなければいけないとか、まあ、店舗は増えるので、きちんと売り上げも出していかないといけないですし、新人で入ってきた子たちと、やっぱり長く勤めている子たちのその考え方とか、まあ、働き方の意識っていうのを統一していかないといけないっていうので、いろんなことをこう試してはみるものの、同じ言葉をかけても、なんというかこう、やっぱり人によって響き方が全然違うんですね。で、この子はこの言葉ですごくやる気になったのに、この子は全然やる気にならないとか、まあ、興味が持てないとか、この子は自分で動いてくれるけど、この子は全く自分では動けないとか、こう人によって全然違うんだなっていうので、まあ結構うまくいかないことがいっぱい出てきたんですよね。で、なぜやればいいのになぜやらないんだろうっていう疑問を持ってきて、これをやればできるのになんでやらないんだっていう、まあ、少し苛立ちが出たりとか、そういうところで7つの習慣を読んで、まあ、いろいろ勉強をしていくうちに、なんていうんですかね、人材教育の教育って、共に育つの教育とも言える。で、改めて思って、共に育つ教育ですね。で、私は相手に教えようとしていたんですけど、やっぱり人って内発的に気づきを得ないと自分から動いてくれることってないんだなっていうのをすごく感じて、で、相手がそこまでしたいと思えるような、まず私がそういう人にならないと、まあ、全然説得力が出ないんだっていうのをすごく痛感して、まあ、口先だけでこうやれやれって言っても人は動かないんだなっていうところでかなり、まあ、悩んだりとかしたんですけど、そこで自分自身に結構自信をなくしていた時期があって、うまくいかなくて。で、アドラー心理学に出会って、まあ、自己自立っていう、その自分を自分でまず自立させましょうねっていうような考え方があるんですけど、
そこで非常にそれが大切だな、自分をもうちょっと育てないといけないなっていうのに気づいたっていう感じなんですね。で、その後にですね、ちょっとその私が2人目の子供を出産した後に、家のこととお仕事と、で、私の育児でなかなかバランスが取れなくなってきてしまって、で、夫婦ではどんどん店舗は展開していきたいっていうので、夫はかなりバリバリ働いてはいたんですけど、私がそのスピードについていけなくなってしまって、で、夫婦関係がちょっとこう悪くなっていってしまった時期がありまして、で、仕事と、仕事をしたいんだけど、子育てもしないといけないっていう葛藤とか、モヤモヤっていうのがあって、で、どうしよう、このままだと、最悪の事態を考えると離婚してしまったりとか、いうことになってしまうかもしれないなっていうように、ちょっとこう精神が不安定になった時期があったんですけど、で、その時に、何て言うんでしょう、改めて、まあ、私は何がしたいんだっていうところをちょっと考えようと思って、何を自分は大切にしたいのか、こう、ちょっと選択肢をいきなり同時に引き受けすぎていたところがあったので、今の状態だとできることとできないことをちょっとしっかり分けないと潰れてしまうなっていうので、一旦私はもう経営から身を引きますっていうことを夫と話して、で、私は仕事から離れることにしたんですね。で、結構仕事は本当に生きがいのような感じで働いてたので、辞めた後しばらくなかなか次何自分はしたいのかっていうのが見つからなくって、で、しばらくぼーっとしてた時期もあったんですけど、ただまあアドラー心理学を学んだのをその自社のスタッフにセミナーを開いたりとかはしていたので、その延長としてやっぱり心理学をもとにした考え方っていうのを広めていけたらいいな。しかも子育てをしながらだったら、SNS やブログを通してだったら誰にでも言えるんじゃないかなというので、今の、まあ、ビジョンが浮かんだっていうような形ですね。はい。ありがとうございます。いや、すごい、あれですね。勇気ですね、本当に。やっぱり今までこう、一緒に経営されていて、やっぱりこう、私は本当に何がやりたいんだろうっていうところを整理して、で、こう一歩その違う道を、というか、今までとはちょっと違ったところを選択していくっていうのは、いや、本当にこれ勇気のある選択だなっていうのを、よく聞いてて、感じました。まさに、自ら勇気を出して困難を乗り越えていくって、このギアを上げられた じゃないかなっていうのを、今の話を聞いてて、すごく感じました。自分で学んだからこそきっとそこで踏みとどまれたんじゃないかな。もしかしたら感情に溺れてこう離婚を選択してたかもしれないんですけど、ちょっと待てって止められたのはやっぱり心理学を学んでいたおかげだなとは。で、そこから自分のやりたいことを見つけられたっていうのも、やっぱりその学びがあったからだなっていう手応えにはなりましたね。ありがとうございます。本当に勇気を持って自ら困難に立ち向かってそれをこう乗り越えていけるっていう、そういった人が本当にこう溢れる未来っていうのを私も見たいなというのを感じました。今日は貴重なお時間とお話、本当ありがとうございました。ありがとうございました。